ただいまから会見手続き法はいらない 4.17 緊急国会前集会を始めたいと思います。もう集団的自衛権の解釈会見も明文会見もいりません。解釈会見は、非合法による日本国憲法殺人事件であり、明文会見は合法的な日本国憲法殺人です。両方の殺人に反対します。集団的自衛権の行使とは、海外で戦争すること、売られてない喧嘩をわざわざ買いに行って、大国による泥沼のすざまじい戦争に日本が当事者として、当事国として参加することです。これは日本国憲法どんなに読んでも絶対に導かれるものではありません。いよいよ今日から審議ということで、衆議院の憲法審査会で審議が入りました。私はこんなの審議に必要ない、もうこんなのは廃案だということで、そういうことも最初から主張したんですが、審議に強行する以上は徹底審議だと、こういうことで今日は8時40分から、そして3時間5分にわたる質疑、各党平等ということで、提出者が8会派中7会派なので、そこは20分ということですが、唯一今社民党衆議院の審査会にいないので、今度は発言できるということで実現することになりましたが、唯一反対ということで言うと、日本共産党の私が20分プラス25分ということで45分間と、異例でございます、特例ですということでしたが、しっかりと質疑していきたいということで臨ませていただきました。そしてその中で、委員会室で言うとほとんど変えようという会見派ばっかりですが、50人中ただ一人ですが、私ちょうど席の後ろにいつも、合戦実行委員会の皆さんはじめ傍聴の方々いらっしゃる、もう勇気100倍で皆さんの思い、もう息遣いが聞こえるような場所ですので、そこでその思いをということでやりました。でその中で今終わったら、堀憲法審査会長が、笠井さんはなんか地引きのように過去の問題全部取り出してやったねと、そして今本会議終わりましたら、与野党の議員、自民や民主の議員から厳しかったねと、あの答弁は苦しかったねということで、そういう話も共通してあった状況でした。大いに高くこんな法案もう廃案だということで頑張りたいと思います。今日45分でまだ入り口ですとやったんですが、3つのことがはっきりいたしました。この間2007年に5月にこの法律が強行されて、施行したのが2010年5月ということでありましたけれども、その施行までの3年間に法律で棚上げして先送りした宿題3つがある。つまり国民投票の投票権は18歳にするけれども、選挙権も施行までの3年間に18歳にする、成年年齢も18歳にする、これやりますよという約束つける。そして公務員の皆さんに対する運動規制どうするかということもよく議論して、なんかこう規制はいらないんだけどもどうするかっていう話が議論になってくる。そして3つ目に、国民投票の範囲は憲法だけじゃなくてどこまでやるか、こういう話になってた。結局その3つの宿題で言ってきたのが、何一つ解決してこなかったじゃないか。提出者の自民党の船田さんに、もう2005年以来の因縁ですから、このことを正しました。そうしましたら、宿題解決したって言うんです。だって18歳選挙権できてないでしょって言ったら、違うんです、結局いろいろ言ったけど、宿題というのは改憲手続き法を動かすことができるかどうか、動かすようにするというのが宿題だったんだから、今度改正すればこの改憲手続き法は動かせることができて、宿題は成し遂げることができるんですと、まあ、とんでもない正解をやったということでありました。つまりは要するに、もうとにかく何が何でも、どんな問題棚上げ先送りしたって、この問題では改憲手続き法が一刻も早く使えるようにしたいと、そういう思いでやっている、その本音がもうズバリ出たなと、けしからんということで、もう本当に思ったところであります。2つ目に、じゃあそういう改憲手続き法って一生懸命急いで整備して使えるにしようっていうけど、じゃあ国民の皆さんが手続き法が不備で一日も早く使えるようにしてくれという、そういう具体的な声が上がってるんですか。具体的なものがあるんだったら形で示してくださいって言ったら、何度聞いても言えないんです。国民が今必要と思ってない。しかもじゃあ憲法について、そもそも憲法改定が必要かどうか、国民世論どう思ってんだ聞いたら、今改憲の世論がどんどん増えてますって言いました。
私何言ってんだ、朝日新聞だけじゃない、産経新聞まで憲法そのもの変える必要がないということや、それがもう逆転して多数だったと悔しがって、その結果を一段見出して書いてるほどじゃないかと、こう言いましたらね、一時的にはあるかもしれないけど、まあ、わけわからない話になってました。まさにそういう点でも今国民が求めてないんだから、いろんな形で4年間先とかいろんなことを言う公務員だってどうするか、規制するかしないかとか、そんなことをなんか短期間日記やるんじゃなくてじっくり考えたらいいでしょう。国民がどうしても憲法をみんなが変えたいと思った時にちゃんと整備をする、それでいいじゃないかということを言いました。こんな道理のないそうした改正案、改定案絶対に許してはいけないし、国民は許さないということを本当に確信持って申し上げたいと思います。議論は戸隠今日始まったところ、来週火曜日22日に参考人質疑ということで行われますが、4人の参考人という中には、会見手続きを作る時から一緒に反対の声を上げてきた弁護士の田中さん、自由放送の田中さんが参考人でいただくことになりました。公務員の方もぜひ出してくれって言って言ったんですが、とにかくそれが今次の22日には認められないという状況でしたが、さらに徹底して審議する、相手は24日木曜日に採決を衆議院でやりたいと言い出してますが、そうは問屋国民が下ろさない、まさにそういう思いでガン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 行こうじゃありませんか。今追い詰められているのは消費税問題、 TPP、 原発でも安倍政権です。暴走すればするほど追い詰められるのは安倍政権、改憲勢力、息高く草の根から共産立候補者の皆さんと力を合わせながら、国民の力で憲法を守る、生かす、そういう政治を作っていくために頑張りたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。どうも、酒井議員ありがとうございました。